森ジャクリンです。今日はですね、キャンプの2回目の収録なんですけれども、はい、でテントの中に来まして、ウトガルドっていうテントでですね、こういう感じで、中でストーブですね、灯しながら過ごしてるんですけども、でさっきはちょっと RME のベビーフェイスとかで撮ってたんですけど、今はちょっと気軽にですね、これが DJI マイクですね。で赤く光ってるので、もうこれ単体でレックしてるんですけども、まあモニターするためにこのレシーバーにイヤホンを挿して、一応こっちに音飛んでるので、それをモニターしながら撮っています。でこれをまあカメラの上にホットシューにつけて、ケーブルでつなげば、まあ、カメラの中に収音できるんですけど、まあそれやるとここのケーブルのヒスノイズが入ることがあるので、僕はもうここ単体で撮る方がいいと思って、で、まあ、それもあって今日そのケーブルとか忘れてきたんですけど、もうこのマイクだけ、マイクの、うん、このカバーだけね、カバーっていうかボックスだけ持ってきたんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、ここにモフモフとかね、入るといいんですけどね。まあ、モフモフが入らないので、今それもね、ウィンドジャマーかつけてないんですけど、まあとにかく、まあ、気軽に撮れるのがいいですよねっていうのと、まあ音質はね、まあこれまあまあなんですけど、まあでも全然いいかなっていうのと、まあダイアログだとこの距離で撮れてるので、まあすごく声だけいい感じに集音してますよね。で今日はカメラがですね、ライカ M11 のレンズがアポゾミクロン 50mm で、過ごしてるんですけど、ちょっと最近、まあ今 FX3 で撮ってるんですけど、まあ、ソニーですね。で、まあ、Vlog をですね、キャンプ中に撮ってたんですけど、今まで。まあ、どんどん、動画ファイルが溜まっていって、編集する時間がないので、今日はもう、スティル、静止画メインで撮っていて、で、ちょっとだけ M11 で撮った写真も紹介しつつ、動画にしてみたいかなと思います。これはもうね、すごく愛用しまして、かなり最高ですね。ちょっと一回撮ります。今こういう感じで撮ってるんですけど、で、こういう感じですかね。まあ、ちょっとこの DJI のマイクが登場回数少なかったので、久々に使ってみました。まあ、これね、やっぱり、ダイレクト撮るにはいいですよね。まあ、仕事でも、うん、使える機会あったら、この使ってみたいかなと思うんですけど、このマイクがね、2つあるので、まあ、2人の対談みたいなのも撮れますし、っていう感じですからね。はい。というわけで、ちょっとだけ写真をご紹介したいと思います。